るやんこれ。トモモグ。どうもトミーです。さあ今回は神戸市のスマックにある板宿にやってきました。この板宿の商店街付近で食べ歩きをしていきます。大規模な商店街が立ち並ぶ板宿。そんな板宿地区には10を超える数の商店街や市場が軒を連ねていて、いつ行っても人でにぎわっています。この辺りって昔から姿が変わっていないような気がするんですよね。あ、神戸の大スターターザン山下さんも飾られています。今回は妹のももちゃんと一緒に食べ歩きをしていきます。それでは1軒目のお店に行きましょう。商店街を出た真正面のところにあるビバタウン、この中にお店があります。このお店ということで、やってきたのは山鳥。以前はテイクアウト専門のお店だったんですが、今は店内でも食べられるようになりました。こんにちは。いらっしゃいませ。ご夫婦でされてる小さなお店です。様々なメニューがあって、私個人的には鶏の甘酢とか焼き飯もおすすめなんですが、今回は酢豚とこのランチ限定の山鳥丼を注文します。中華料理初めてどれくらいでしたっけ？20歳から料理の世界入って、27の時に1回大きい60席の店、うん、中華料理レストラン2年ほどやって、で10年間ぐらいちょっと別の仕事してます。おー、ご飯大盛りが無料だったんで大盛りにしました。見て、ザーサイついてる。こういうのめっちゃ嬉しい。あ、めっちゃいい匂いする。うん、匂いが、匂いやばいな。大きい唐揚げがドーンと2個取ってます。これで600円やったらさ、めっちゃ安ない？安い。なんか安いよな。めちゃくちゃ美味しい。辛味ももちろんあるし、山椒の旨味もあんねんけど、なんか甘みもあんねん。めっちゃ癖になるこの麻婆豆腐。唐揚げよ、唐揚げ粉。でかい唐揚げ。見て、私の顔より大きい唐揚げ。あ同じ顔した。どういうこと？丸いってこと？すでにジューシー、めっちゃ美味しい。なんか美味しい唐揚げってさ、卵つけても美味しいやん。これそれ、別になんか塩コショウとかふっと浴びちゃうんですけど、なんかこの油の美味しい旨味みたいなのが唐揚げにより移ってる感じする。なんかもうリップ塗らんでもいいぐらい唇がツルンツルンになってる今。7個めっちゃ入ってますね。だからメニューにもセットのところに唐揚げだけ丸とくっていう。ほんまや、丸とくって書いてある。黒いダイヤや。美味しそうやで、ほら。おいしい。うん、いい顔してますね。取れないのが残念。ご飯が合う。合う、うん、ご飯大盛りやからね。めっちゃ美味しそう。結構すぐと1個もでかいよな。ご飯進む。このあんは飲めるよ。めっちゃうまい。
え、めっちゃ美味しそう、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 美味しそう。肉汁ぶしゃやったで。うん、なんかこっから唐揚げから染みて取った。ほんまにでも何食べても美味しいな。でもやっぱ麻婆豆腐と酢豚人気やねんて。うわぁ、すごい。いい匂い、めっちゃいい匂い。中には鶏肉が入ってたり、鶏肉って珍しいですよね。あと豚肉やイカ、そして野菜がたっぷりと入っています。これは嬉しい。美味しいで、このスープ炒めてるから野菜の香りがスープに移る。だからスープがうまい、うまくなる。五目麺はだいたい中華屋さん多いんですけど、炒めてるところ結構手間かかって時間かかるから、あの料理人は結構自分らのまかないでは炒めて何でもラーメンとかでも食べる。あ、そうなんですね。お客さんにパッと出すには効率悪いんですよ。ああ全然違う。でも美味しい。いや、そう、美味しさがやっぱ全然違うな。なんかハマるよなこれ、うん、めっちゃハマってしまう味がする。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また来ます。ありがとうございます。とももぐ市場、結構お店があるんよ。こんなお店あるって知らんかった。あ、これなんか昔からよく食べてる明石焼きやんな、これ。ということでやってきたのはタコカツ。昔ながらの懐かしい明石焼きのお店。とってもお手頃な価格で明石焼きを食べることができます。こちらのお店はお持ち帰りもできますが、店内でいただくこともできます。たこ焼きの命、タコは冷凍を使わずに生から蒸したタコを店内で一つ一つ切り分けているそう。こだわりを感じます。結構昔からお店ありますもんね。ありますね。お持ち帰りでばっかり食べてた。もともとお持ち帰りが専門やったからね。あ、そうなんですか。震災後これ食べれるようにしたかな。あ、そうやったんですね。それまではもう20個お持ち帰り専門。へー。このお店はもともとご主人がやってたお店で、奥さんは違う市場でお持ち帰り専門のたこ焼き屋さんを40年ほどやってたそうです。でもご主人が震災後すぐに亡くなってしまったので、そこから板宿のこのお店で明石焼きを焼いているそう。主人亡くなってから2カ所、うん、掛け持ちで。あ、掛け持ちでやってたんですか。あっちとこっちといっぺんにしてました。うわ、そうなんですね。大変よ。まあ、若かったかできたの。今はもういつ辞めるか思うようなことやから、だら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 息に息座っておりますけど、ね。世の中も売れるような時代と違うしね。ああ、そっか。もう必死で働いたけどね、忙しかったけど、今はもう一日来てもまあ家で遊んでるのもここで遊んでるのも一緒と思ってきてるから長いおなじみさんもあるしね。うん、そうですよね。できたて。ここで食べるの初めて。いただきがいるんやったらお出汁もありますよ。出汁いる？いつも出汁で食べるから。出汁で食べてるよね。出汁いらんな。いつも出汁なしで食べる。これは出汁なしでいけますよ、うん。こちらの明石焼きの特徴は、生地に出汁を混ぜ込んでいるので、出汁につけずに食べられます。なのでお持ち帰りした時も冷めてもプルプルで美味しいんです。
安定の美味しさ安定の美味しさ私も食べたらちょっと美味しいんや。美味しい。私の辛いもん、醤油辛いもんかな、うん、からしの辛いのはどんなんやけどね、うん、醤油辛い、塩辛いもんがだからあまり薄くやないから、うんうん、つい薄くなってしまう。もうベスト、ベストの味、ちょうどいい、ちょうどいい、めっちゃ美味しいよな、めちゃくちゃ。え、タコ2個入ってる。いや、そりゃもういる。その代わり、抜けてるのも。隣行ってるのがあるかも。返してる間に。どうしよう、これ隣抜けてるかもしれない。あ、そうそう。返してる。あ、ちょっと入ってるわ。隣行ったかもわからへん。このまんまの味で美味しいから。んー。タコ焼きみたいな顔で。うるさいの。ほんまに。ロボでいいやろ。いや、丸いってことでしょ、これ顔が。あっても美味しいけど、なくても全然美味しい。そしたら、ちょっと10個あっという間やったな。一人で20個食べた。うん、全然余裕でいけるもんな。すいません、はい、だしやったらこんな感じ。はい、だし美味しいですよね。美味しいですよ。あれやな、だし入りとだしなしで食べたいな。だし入りも食べたい。でも82人は見ほんと見えないですよ。めちゃくちゃ若い。もうちょっとした3になると。83よって。いや、ごちそうさまでした。どうもありがとう。ありがとうございました。また買いに来ます。ありがとうございます。たこ焼き美味しかったな。美味しかった、めっちゃ美味しかった。何しよう、なんかおすすめあるやろ、ももちゃんの。そこの天ぷら屋さん、黒田の天ぷら。ということでやってきたのは黒田かまぼこ商店。100年目です。100年、板戸であるんですか、ここ。そうです、最初はちょっと下の方だったんだけども、もともとずっと板戸です。へえ。実はかまぼこ発祥の地神戸、そんな発祥の地で100年前からある老舗のお店、素材にこだわっていて昔からの伝統の製法で一つ一つ手作業で作られています。ももちゃんの好きなゲソ売り切りやから。そうゲソ美味しいからな。一番人気のお魚のすり身に玉ねぎと人参のコロッケなんですよ。なのでこれはさっきまでも後ろにもたくさんあったけども、これだけになってて、これ一つください。そして妹はこちらのげんこつ揚げにしました。イカ天、はい、とエビ天と1枚ずつですね。はい、ヒラ天。いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しいやんこれ。見てよこれ、玉ねぎもすごい入ってるし、お野菜のシャクシャク食感と、なんか玉ねぎ入ってるからかな、結構甘くってめちゃくちゃ美味しい。私の周り黒田のかまぼこ好きな人多いよ。持って行ったら喜ばれる。うん、ただ手土産にもすごい喜んでもらえるから、なんか黒田のかまぼこ買ってきたって言われたらすっごいテンション上がるよな。うん、あ、ほらすっごいシャキシャキ言ってる。玉ねぎのシャキシャキがすごい、めっちゃ美味しいで。あ、そっか。あ、でも軟骨入ってるの分かる、こっから。あ、めっちゃコリコリ言うとやん。うん、ネギ、うん、いっぱい入って、うん、いらんかな。分からん、どっちやろ。ゲットゲット。うん、おいしい。自分のさ、顔中からコリコリする音が聞こえる。うわ、コリコリ。ちょっと甘さの中にこのネギの味が効いてて、めちゃくちゃ美味しい、うんうん、ビールのつまみでめっちゃいいな、これ。あ、いいと思う。あ、もうおつまみでめっちゃいい。お酒飲みたくなる味。うま。
ネギか、うん、中に入るとネギやんな、ネギやんなって言いながら今食べててこれもつまみです、やったありがとうございますお姉さん顔映していいですか、遠くからありがとうございます、ありがとうございます、トモモグ黒田のかまぼこのお店の方がすごい美味しい和菓子屋さんがあるってことなんで、そこを目指して今歩いてます。あ、これじゃん、明月庵、あ、あったあった。ということでやってきたのは明月庵本舗。昭和21年にこの板戸商店街で創業した和菓子屋さん、職人さんの手作りにこだわっていて、店頭にはたくさんの種類のお菓子が所狭しと並んでいます。そして黒田のかまぼこのお姉さんにおすすめしてもらったのがこちらのダ・カスター、手土産にもとってもおすすめのお品だそうです。明月庵の商品で一番人気商品だそうです。こっちはカスタードの方、おいしい、おお、中がさこんな感じやねんけど、周りがこうお餅で包まれてて、で中のさこのカスタードクリームがさ、普通のカスタードクリームと違って、なんかちょっとほわほわほわってした感じのカスタードクリーム、うん、なんか柔らかい、あの空気含んだ感じのやつ、なんか今まで食べてた大福とはまた全然違う感じで、ちょっと新感覚かも。うーん、これ一口で食べどういうこと、これ一口で食べってでもあれやんな、なんかさっきのクローダのかまぼこのお姉さんが言ってたのがさ、うん、なんかお土産に持っていくんやったらクローダのかまぼこか、この明月庵のこの落花スター、うん、がなんかこの板宿の鉄板土産って言っとったよな、うん、や柔らかいわ、はい、あら柔らかい、ありがとうあー柔らかい、いただきます。抹茶は中に小豆が入ってます、はい、買い取ったやん、買い取ったで、中はさっきのあのほわんほわんのクリームやるんけど、甘い抹茶じゃなくて結構お茶の苦味がしっかりとした味やから、これいくらでも食べられるぐらいの甘さの大福、あ、これ抹茶の方が好きかもしれん、めっちゃ美味しいね、カスタードも美味しいけど、うまい、トモモグ、あー、お腹いっぱいやな、めっちゃ美味しかった。今日この板戸周辺の食べ歩きして、結局見てすごいすごい量の買い物をしてしまった。さっきの山鳥さんで、甘酢と蒸し鶏購入して、この甘酢と蒸し鶏がまた美味しくって、板戸の商店街で美味しいうどん購入して、あと黒田のかまぼこも購入してきました。イタヤドめっちゃ楽しくって、しかも本当にいい人たちばっかりで、なんかあったかい気持ちになりながら美味しいものを食べてお買い物をして、すっごく楽しかったです。あ、なにコーヒー、あ、コーヒーが忘れとった、あいとまだ忘れとった神戸コーヒー買ってきてって言われたって忘れとった、もう買いに行こうか早く。というわけで、ぜひ皆さんもこのイタヤド、ぜひお買い物、そしてお食事に訪れてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。重たい、バイバイ、ちょっと米コーヒー買いに行く、米コーヒーバイバイ。たこ焼き美味しかったな、美味しかった、美味しかった、もういつも通り、あ、ガラガラが入ってしまう、手袋しそうかな、レベコくまんぼう豆腐とさもってめっちゃ美味しい、あ、ほんまめちゃめちゃ美味しい、めっちゃ隠れとった今ともものもぐ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 ぷもぐもぐぷもぐもぐぷ